野義樹、年齢非公表、が16日、日本時間17日、米ロサンゼルスでのドジャース対ナショナルズ戦の試合前に米国国歌とエンドレスレーンのピアノ演奏を行った。同試合はハローキティナイトと銘打ったイベントが開催され、義樹の親友ハローキティが始球式を行った。エンドレスレーンを演奏した後、三塁ベンチ前で大谷翔平、山本由伸らナインが整列する中、義樹は中堅付近の青いステージの上で米国国歌をピアノ演奏した。しかし、1分以上場内に音が流れず、スタッフに止められて弾き直すハプニングが発生。大谷が驚く様子が大型ビジョンに映し出された。生演奏を終えて観客から大きな拍手を送られると、義樹は心身と一礼してステージを降りた。また、ハローキティナイトでハローキティが捕手役の山本に3バウンド投球。投球後は義樹と共に本塁付近で記念撮影を行った。また、試合前には LISA のグレンゲ、キャリーパミュパミュのキャンディキャンディが流された。義樹は試合前に大谷翔平投手、山本由伸投手と対面し、それぞれサイン入りのユニフォームをプレゼントされた。2投手と記念撮影した義樹は最後に、頑張ってくださいとエールを送った。試合前練習中には、義樹がセンター後方で、エンドレスレーンをリハーサル演奏。打撃練習の球拾いでセンターにいた山本は、すごかったです。生で見たのは、初めて、と興奮気味に振り返っていた。また、義樹は初めて訪れたドジャースタジアムで演奏前に取材に応じ、普段あまり太陽を浴びないのですごくいいですね、と笑顔。ロサンゼルス在住で野球は、大好き、という義樹は、今季から大谷翔平投手、山本由伸投手の日本人2人が加わったことに、すごいですね。ロサンゼルスに住んでいるので嬉しいです、とし、ドジャースタジアムでの演奏のオファーにも、とても光栄だと思いました、と喜んだ。大谷がドジャースで活躍する姿には、すごいですよね。僕アメリカに来て長いですが、スーパースターがアメリカで頑張っているのは尊敬する。アメリカに住む日本人としてとても勇気づけられます、と刺激を受けている様子。アメリカで活躍するための秘訣を問われると、やっぱり努力していると、いつか結果は出るので。努力、努力、努力。それがメンタルにもつながるんじゃないかと思っていますけど、と語った。大谷はこの試合で松井秀喜を抜く日本選手最多メジャー通算176号が出るかに注目が集まっている。義樹は、もしホームランを大谷選手が打つと記録ですか？ぜひ打っていただけるようにその前の演奏で盛り上げられればと思っています、と意気込んでいた。